クグロフリクビールのクグロフバランケンジェルトビラーの博物館所蔵の18世紀及び19世紀の統制のクグロフ型。クグロフはオーストリア、スイス、ドイツ、フランスのアルザス地方の歌詞。ドイツ語ではクーゲルフップフ、クーゲルホップフとも呼ばれるが、ドイツ語の表記には揺れが多く、南ドイツとオーストリアではガガルハフ、またはクーガルホフ、スイスでは ゴゲルホーフと表記する。また、ドイツでは、ナップフクーヘントップフクーヘンロドンクーヘンアシュクーヘンブントクーヘンとも呼ばれる。名前の由来には、中古ドイツ語のクーゲルフップフが語源であるという、説とリボビレに住むクゲルという陶器職人の名が、語源であるという説がある。クグロフ型に、アーモンドとキルシュバッサーで香りをつけた干しぶどうを入れ、 ブリオッシュ風の生地を入れて焼き上げたもので食べる前に粉砂糖を振りかける。アルザス地方では日曜日の朝に焼くパンであり、アルザス産の白ワインによく合うと言われる。オーストリアではどの家庭でもクーゲルホップフ型があり、クーゲルホップフ型で焼いたパンはすべてクーゲルホップフと呼ぶ。また、オーストリアのクリスマスには欠かせないものである。ルイ16世の王で、 ウィーンで生まれ育ったマリー・アントワネットや、フランスに亡命したポーランドを、スタニスワフ・レシチニスキの好物だった。レシチニスキが硬くなったクグロフに、ラム酒をかけたところ美味であったことから、お抱え、合宿職人に改良させた歌詞を、アリババと呼び、サバランに似た風味で今も親しまれている。ありがとうございます。